本日は前回に引き続き NPO 法人オールアバウトサイエンスジャパン代表理事西川真一先生にご講演いただきます。最後までどうぞお楽しみください。本日初めてご参加いただく方もいらっしゃると思いますが、西川先生のプロフィールは本日お配りしました資料の中に掲載されておりますのでご覧ください。また資料の中にアンケートがございます。前回もご記入いただいたと思いますが、今後も講演会の参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひご記入をよろしくお願いいたします。そしてご講演いただきました後に質疑応答のコーナーをまた設けたいと思います。せっかくの機会ですので質問したいことがある方は積極的に手を挙げてください。それでは早速西川先生にお願いいたしましょう。先生よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんこんばんは。で前回聞いていただくと結構難しいで、今もちょっと前回聞いていただいた人が分子とは何やとかですね、いろいろ聞かれてるんですが、あんまり気にせずにこれはもうこの言葉わからんだったらちょっと先に進まへんと思ったら手を挙げて聞いてください。ですからどう言いますかね、一個一個一つ一つ説明し始めるとこれはっきり言うとキリがないの でそれだけで終わるとほとんど言いたいことが言えなくなる。ですからざくっと話をしていきますから、これはちょっともう全くわからんなったわっていうやつはちょっと手を挙げてください。それから、今回初めての人もおられるかもしれませんが、シスメックスの、ご好意でですね、冊子になった、今日の話が、ちゃんとまとまっている本を、読んできていただいていると思いますが、前に出ていただいた方はですね、今日はそういう話としてちょっと、今の医療でどういうことが行われているのか、それから本当なら、こういうふうにがんの医療をやった方がいいんじゃないかっていう話と、で最後にですね、皆さんと、そういう医療を変えるのはですね、やっぱりお医者さんや政府だけじゃないんですね。だから皆さんが、自覚を持ってですね、自分らの命を守るんやという意味で、新たな決意を持っていただいたらいいなというふうに思っています。で今日はですから本にあったようにですね、これ不幸にして皆さんが肺がんと言われたらどうしようかというところからちょっと始めたいと思います。でひょっとしたらこの中にもすでに言われたことがあるかもしれませんが、今、肺がんは日本でも今2位ぐらいですかね。大体がんのうちで、2位か3位ぐらい、ひょっとしたら1位になってるかもしれません。で、なぜわざわざ肺がんを選んだかというとですね、例えば胃がんとか直腸がんと比べるとがんの種類が結構たくさんあるんですね。で、そういう意味で、わざわざちょっと難しいがんを選んでます。だからもし、で割とどう言いますかね、レントゲンフィルムで分かりますから、健康診断でがんやと診断されてしもたと、がんの疑いと言われたら、どうなるかということからちょっと考えていきます。でもちろんがんかどうかっていうのはですね、大体、慣れた人だと X 線の画像診断で分かります。で僕らの頃は X 線しかなかったんですが、僕らが卒業して医者やってた頃はですね、ところが今はもう CT、 皆さん言葉知ってますよね。 CT であるとか MRI っていうの知ってありますかね。 MRI、 PET は知ってあります。 PET がどんなんかいうのはちょっと知らんかもしれないんですけど、やっぱり放射線で、放射線が、どうですか、同位元素というんです。放射線を出しているブドウ糖を取り込んでがんのところにそれがよく行きますから、そういうペットですね。それから骨神地というのもやっぱ放射線で調べます。こういう画像診断をやりますと大体ですね、これがんかがんでないかいうのは
まあ、よっぽど下手な医者でない限りは分かりますね。で、骨神知っていうのはどういうことかというと、転移があるかどうか、それから、骨にも転移がある場合はこの骨神知っていうので引っかかりますし、それからペットっていうのもですね、肺がんっていうのは肺にあると思うんだけど、やっぱ転移すると、まあ、体中に飛びますよね。で、その体中に飛んだがんを、まあ、捕まえてくるという意味ではこのペットというのが役に立ちます。で、そういう意味でまあ、こういう画像診断の方法を使ってですね、あ、これはがんやなということは大体分かります。で、しかもこういう完全な画像診断をやるとですねまあ、がんの大きさであるとか、それから広がりであるとか、まあ、大体そういうことは、ここで診断がつくんですが、肺がん、まあ、他のがんでもそうですが、これだけではちょっと終わらんというところがあるんですね。で、それはなぜかというと、さっき言ったように肺がんは一つのがんだけではなくて、いろんな種類のがんがあります。で、そのいろんな種類のがんに応じて治療が今まで違ったから、そういう意味ではどのがんかと、それは影を見てるだけでは分かるんですね。それからここの画像診断というのは基本的には影を見てますね。で、ところがやっぱ生のものを見たい、生のもの、細胞を見ないとどのがんかというのが診断つかんわけです。で、これは何種類ぐらいあるかいうのはこれから話しますけれども、実際には、まあ、3種類ぐらいに分けられますけど、それ以外にももっと本当は複雑な、タイプに分かれますから、ちゃんとこの組織を取ってくるというのが、診断としては大事なんですね。で、これが実際にはしんどい。で、僕も医者やってたですから、僕の頃からも気管支鏡というのはあってですね、で、気管支鏡というのはその胃カメラと同じようなもので、それを肺の方に入れるんですね。で、そうするとがんがこう気管からパッと飛び出しているのをこうぐーっと見つけていって、そこからプチッとこう細胞を取ってきます。で、これ自身は簡単そうに思いますけど、やっぱりこう息をするところを詰めるわけですから、やっぱり患者さんも大変なんですね、やっぱり。で、残念ながら全てのがんがその大きい気管のところにあるわけない。で、気管支鏡が届く、今はもう本当に細い気管支鏡はあるんですけども、気管支鏡が届くところにはまだがんがない、もう本当に端っこの端っこの方にある場合は針でついてこない。だからやっぱりこれはね、やっぱ必須なんですね。で、どのタイプかというのを知らんと僕らが卒業した時でも肺がんの治療はできないということが分かっています。で、そういう細胞を取ってくるというのを何ていうかというと、まあ、バイオプシーというんですね。で、バイオプシーをやる、生きていた人から細胞を取ってくるというのをバイオプシーという。だから亡くなってから取るというのを、まあ、解剖なんですけど、オートプシーというんですね。ですから、まあ、このバイオプシーをすることはなぜかというと、病理学的に生の細胞を調べると。で、これがものすごく大事です。で、あとはまあもちろん一般血液検査がある。で、今はですね、例えば乳がんとか他のがんはここでもですね、がん細胞が流れてるっていうのを見つけることが今できます。乳がんの人割と、ステージ2ぐらいになるとですね、血液の中にだいたい 7cc ぐらい取るとですね、1個から2個がん細胞が流れてるということが分かる。まあ、もちろん後のステージで転移してる人なんかも本当に1万個ぐらいも流れてるんですね。で、肺がんの中でも小細胞性未分化がんっていうのはこれが出てきますけど、それはやっぱり血液に流れてますから、将来はですね、ここをしなくても血液に流れてるがんで、診断をつけることはできるかもしれませんが、しかしまあそういうがんは逆に言うともうかなり進んでると考えたらいいですね。ですから、まあ、早い段階のがんというのはやっぱどうしてもバイオプシーが必要です。で、実際どんな細胞ががんがあるかというと、ここは4種類
がんを分けてありますが、一番大きな分類は小細胞がんと小細胞がんでないものというふうに分けます。これは必ずそういう分け方をします。でなぜかというと小細胞がんだとですね、もともと増殖が早くて転移しやすい、ですからあんまり手術を進められへんというところがあるんですね。ですからもしそのどの細胞であるということ、どのタイプであるのが分からずに間違って手術してしまうと、これはもうどんどん転移をしてしまうということになります。ですからきちっと先初にそのどのタイプかというのを調べる必要で、この扁平上皮がんというのはタバコ吸ってる人に多いんですが、これはまあ比較的ですね、治りがいい言うたらおかしいですが、悪性度は低い方ですね。だから女性、あんまりタバコ吸ってない女性の人がかかるのがこの腺がんって言われてる。でこれ全部細胞のオリジンが違うんですね。それから大細胞性がこの4種類がありますから、それぞれに応じてそのはい、あごめんなさい、それからそのどこ細胞入って気管の中から肺胞までいろんな細胞ありますから、どこから出てくるかっていうのが結構違うんですね。ですからやっぱりオリジンっていうのはそういう感じ、起源がちょっと違う、はい、言うてくださいね。だからすぐパッとこう別に英語を鼻にかけてるわけではないんですが、なんとなく日本語がもうおぼつかなくなっておりますから。あ、そうですそうです、起源ですね、だから実際には直腸がんだったら直腸の上皮ですよね。だからそういう表面にあるその上皮からできてくる、だからそういうのと同じことです。で、こういうふうに分類をした上でですね、病気の進行というのを決めます。でこれは別にがんそれぞれに合わす必要なくて、一般的にですね、皆さんががんになるとですね、この T というのは腫瘍の大きさでまず分類します。だから、大きいから、いろんな浸潤があるところまで、1,2,3,4 度とこう分けるわけですね。それからもう一つ大事なのはリンパ節に転移がある。これ分かりますよね、リンパ節転移あったら嫌やなと思う。だからリンパ節の転移がどのぐらいあるか、だから全くないというのをゼロと言いますね。で、こういうふうに分けます、お医者さんは。で最後にですね、もっと遠いところに転移があるかどうかいうのを調べますね。でそうすると例えば肝臓にある骨に行ってるというと、もうこの転移、メタスタシスの略ですから、その転移が あってですね、B というのはもう全然肺とは無関係の遠いところに行ってる。で、A というのは、肺の近くでとど、まってるというふうに分けて、どのぐらい悪性かというのを決めますね。で、これが分かって初めて治療が可能になります。これはちょっとどういうふうに見るかっていうのを書いてあるだけで、これはお医者さんにちゃんと見てもらうことの方が大事でですね、実際にこうして、大事なのこれはがんセンターの治療方針から取ってきてますが、この皆さんのがんが言うてちょっと不吉な話をしますが、どのタイプかっていうのをこうやって決めます。でそうするとまあ、1期でも AB、 2期でも AB と。でこの1期2期の場合はまず手術をしましょう。手術と放射線で、局所の治療をしましょう。でさっき言った2期だと あんまり広がりが少ないんですね。で転移がない。でところが一旦その3期になってくるとリンパ節転移もちろんありますし、で今のちょっと前のごめんなさい、こういう順番にこう合わせていくんですが、例えばリンパ節転移があって、胸腔内の転移があるだけとかいう場合もですね、これはもう全く手術しない場合もあるし、手術をしようという
あのちょっと大きい報酬取っとこうかっていう、ここはもう迷いどころなんですね。だこれははっきり言うと先生によって違います。だからやっぱりあの外科の先生は切りたがるし、で内科の先生はもうちょっともう手術してもしゃあないでっていう人もいるかもしれないということで、やっぱりこれは例えばここまでだと、まあ、5年生存率が、まあ、半分以上あるわけですが、この辺から落ちてきます。ですからやっぱりどっちに行くかっていうのはもっと大事になってきます。でしかしほとんどの場合この2期を過ぎるとですね、必ず放射線療法とともに抗がん剤療法をやるんですね。で4期になるともう手術は絶対したらダメで、放射線もあちこち飛んでますからもう役に立たない。でそうするとここが問題になってくるのはこの抗がん剤治療だけなんですね。ですから今でもがんの治療のメインは他のがんも含めて手術です。ですから手術ができるときに早く発見してもらうということがまず一番大事ですね。で、3期を過ぎるとどのがんも要するに、まあ、あの生存率が低くなる。でそれはなぜかというと手術できずに結局化学療法といわれるその、まあ、抗がん剤を打たないかんですね。ですから、まあ、あの不幸にして皆さんが3期4期だったという話で、その手術の場合はいい先生見つけるだけの話ですから、あとはやっぱりこう少し手遅れですよっていう話の時に、じゃあもうチャンスがないのかという話になるわけです。で今までは実際にこのがんに応じてですね、化学療法をやるんですが、大体同じようなお薬を使います。ちょっとこう飛ばしちゃいますと、飛ばすとですね、大体、まあ、ここに書いてあるようなお薬を実際僕が卒業した時ぐらいから使ってます。ですから、まあ、ステージが進んだ後の治療というのはなかなか、進歩してないんですね。でそれが一番分かりやすいのは膵臓がんで、膵臓がん僕が卒業した時にやはり5年生存率が、まあ、全体見渡しても 5% ぐらいだったのが今でもその程度。でそれはやっぱり化学療法でしか治しようがないステージになると、今残念ながら医学がなかなか無力であるという状況に陥っているわけですね。でただですね、この、まあ、あの状況をひょっとしたら変えれるに違うかなというふうにみんな考えるようになってきた。でそれはですね、今言ったこれですね、この前、前回お話ししたがんはゲノムの変化ですよ。すなわちがん皆さんの細胞に突然変異が入って、でそれががんになりますよっていうことが分かってきたんですね。でそうするとその突然変異を起こした遺伝子が作る、まあ、さっき聞かれた分子ですね、タンパク質がいろんな悪さをする。でこれががんになってるんやとしたら、そのタンパク質だけその叩いてやれへんかということを考えれるかもしれないと、まあ、ゲノムが分かってきたおかげで、今までだと今ちょっと話を思い出してもらいたいんですけど、ゲノムのゲノジもなかったですね。細胞の形、それから進行の程度、そういう話だけで全部治療を決めてたわけです。でしかしそれはがんの個性ではないですね。あ、半分はがんの個性ですけど、例えばここで言ったら神戸市民という程度の話でしかない。でところが一人一人の神戸市民それぞれ違うわけで、その違うというのがゲノムなんですね。だからもしその個性が分かれば、そこを直接標的にできひんだろうかというふうに調べるためにですね、この前、まあ、前回話したようにたくさんのがんのゲノムを調べています。
でも肺がんだと一つ一つ、さっき言った一つ一つについて、まあそうですね、世界中で見たら一個一個について1000ぐらいは調べられていると思うんですね。そのぐらいすごい数のゲノムが調べられてですね、例えば、まあ、これも忘れてください、要するにある、まあ、小細胞性未分化がんなら変異が起こっている遺伝子がもう決まっていると、それ以外にもいろんな変異がありますよっていうのを、まあ、これずらーっと患者さん並べてどこが突然変異あるかずらーっと調べていくわけですね。でそういうことが全部わかります。ですからどのがんでどういう遺伝子が変異を起こしているかということが今まだ臨床には使えないけれども一生懸命今調べている段階なんですね。で実際にですねここに見ましたように、今までの話だと、まあ、これどさっと落ちますね。それから、2期までだと半分以上が、安心して、もうこれ手術が使えるといいけれども、でこれに手術という意味で言うと、広がってなければどんながんでも同じようにいけたわけですね。でところがこのうまく治りが悪い部分に関してはちょっと違う方法をやりましょう。でどういうふうに違うかというと、今使われているお薬っていうのが違うわけですね。でこれ一つね、勉強してもらわないか。でこれちょっと難しい絵が描いてあるけども、皆さんが今病院でがん治療を受けるときにどういうお薬を使われるかっていうことをちょっと勉強してもらおうと。でそれはね、細胞周期ということ、これ覚えてくださいね。細胞がぐるぐる回る、ぐるぐる回るというのは増殖するということは DNA が増えて、要するに細胞が2つになるわけですから、中にあるものを倍作らないかんですよね。それは分かりますよね。だから倍作る、まず倍作るときに DNA を増やした後細胞をプチッと分けて切るわけですね。でそうすると2つの細胞になる。でこの繰り返しが細胞の増殖で皆さんの体の中で毎日起こってるわけですね。でですからこの2つのまあどういうか、そのお薬の効く場所がある。で1つは DNA を作るときなんです、ね、ゲノムを作るとき、これは DNA がいろんな複雑な分子のおかげで倍になりますから、ここを叩いてやるともう DNA が増えなくなって細胞死んでしまう、ね、でもう一つは細胞が2つに分かれてプチッと切れるとき、ね、これが、細胞分裂のきれいにこう、分かれてですね、最終的にはこの染色体はそれぞれの細胞に分けられてプチッと切れる。でこのグリーンで染まってる綺麗なのが引っ張ってくれてる、細胞が2つに分かれる時に引っ張ってくれる紐なんですね。でこの紐をできないようにしちゃう。でそうすると細胞2つに分かれませんから増殖がストップする。で実際まあこういう細胞周期というのがあると思っておいてください。でこの細胞周期を標的にしてるのが今皆さんが多分こうにしてどんながんになられても使われるお薬です、ね、ですからそれは、DNA が DNA を増やすときに、必要な酵素の、まあ、DNA 合成のところで、細胞を叩く、ここですね、ここを叩く場合と、それからこの微小管阻害、すなわち細胞が2つに分かれるときに叩くって、この2つしかない、はっきり言う。まあ、他にも実際にはあるんですけども、膜とか、だけど、まあ、一応大きく使われるのはこの2つです。ただ問題はね、これ、皆さんの体の中、細胞って毎日分裂してるわけね。他の細胞、がんだけではなくて、他の細胞も分裂してる。髪の毛があるのは、要するに細胞が分裂してるからですね。髪を作ってくれるわけです。それから例えば腸の
細胞は毎日毎日分裂して、上皮を作ってくれます。血液もそうですね。でそうすると何が起こるかっていうと、がんも叩くけども正常の細胞の DNA の合成も叩いちゃうわけですね。もう細胞が細胞が増殖するというのは全てこれを通りますから、全てこれを通りますから、このお薬を使うと必ず細胞周期に、正常の細胞の細胞周期にも障害が出てきます。でただ幸いがんの方がより低い濃度でたくさん回ってますから、たくさん分裂してるからより低い濃度で、正常よりはより低い濃度で殺せるというだけのちょっとした差を使ってるわけですね。ですからがんの治療をやるとですね、髪の毛が抜ける、それから下痢する、それから貧血になる、これ全部正常の細胞がその増殖できなくなるからですね。だからでこれを問題はだからもう思い切って使いたい方で使えへんということですよね。だからうまく治らない。だからどんなに医学が進んでもこういうお薬を使っている以上、これは使いたい方で使えないですね。というのは正常も殺してしまうから使いたい方で使えない。だから新しい方法がないだろうかとみんな考えたときに、がんはゲノムの病気で突然変異を起こした分子ががんを増殖させているということが分かると、がんだけにある突然変異をなんとか標的にできないだろうかということを考え始めたのが、そうですね、21世紀入ってからなんですね、残念ながら。これはゲノムが分かるようになったのが2004年ぐらいからですからまあ当然のことですが、ですから一般抗がん剤というのは今言ったように細胞周期を直接、正常も異常も、まあ濃度差はあるけれども叩いてしまうお薬。一方これ分子っていうのは、要するにこれタンパク質、がんで突然変異が起こっているタンパク質を直接叩いてやる。これだともしがんにしかこれが発現してない、この分子ががんにしかなかったらですね、他の正常の細胞には全く影響ないですから、使えた方で使えますよね。だからこういうような治療ができへんだろうかというのはやっぱり医者にとって夢なわけですね。で実際ですね、まあものすごくこうみんなの期待を集めるようなお話がこうゲノムを読み始めると出てきたんですね。で肺がんでいうと、これは日本の仕事ですけれども、その当時は自治大にいた真野君っていうのがですね、真野先生が、ある、まあ、女性に多い腺がんのを起こしている遺伝子を見つけた。どういう突然変異があるかというのを見つけたんですね。でこれはもう腺がんの中でもあまりタバコを吸わずに女性に起こるっていうのは、手術ができないとかなり転移も早くて、まあはっきり言うと予後といいますが、その生存期間は短かったんですね。でところが真野君がこの遺伝子を見つけて、で幸いにもそのお薬がファイザーというこの分子だけを叩くお薬がファイザーという会社で、開発されていたので、実際にそれを使ってみるとこの大きながんがあっという間になる。これがんですね。ここがんで心臓で肺がんですね。だからまあ白くなってのがんなんですが、それがもう綺麗な肺に変わるいうぐらい、その標的薬というのはすごいでということをみんな感じたんですね。でまあ後でまたこれ自身の問題点については言いますけれども、でがんの
ゲノムというものを調べれば調べるほど、まあ、こういう可能性が生まれるなっていうことが分かってきたわけです。でそれはちょっとこう飛ばしますけれども、がんだけで突然変異が起こっているものが いくつかありますよというのは分かってきたわけですね。で例えば、まあ、これから話しますけれども、こういういろんな遺伝子が突然変異してて、でこれが作る分子ががんをの増殖を決めとるということが分かってくると、これに対するお薬がもし開発できれば、これはがんを叩きたいだけ叩けるということになるわけですね。だから実際にこういうお薬が今たくさん開発されつつあります。で実際ここでは肺がんではですね、まあ遺伝子を調べていくと、この、まあ、これもう名前やと思ってください。こう EGFR という、分子ですね、タンパク質に対する変異がある場合、それから、まあ、KRAS、こういうのは全部がんをこの前言ったアクセル役になってですね、がんのアクセル役になっている分子がこうやって見つかってくるわけです。ですからこれをもとに治療ができたらいいな。でここに書いてある融合とかいうのは、その、まあ、これからお話しますけれども、さっき真野さんが見つけたのは遺伝子と遺伝子が2つ合わさって悪い遺伝子になっちゃったやつですね。だからそういう場合もいろんな形であります。で、まあ、まだ分かっていない遺伝子異常というのもたくさんあるんですが、それでも肺がんだとまあまあ結構ちゃんと遺伝子診断さえすればお薬がある確率もあるということが言えるわけですね。ですから、まあこういう肺がんの話をベースにですね、例えばこのロスというのは 1% ぐらいしかないですが、遺伝子を調べるとこの違うお薬がちゃんとあってですね、例えばこれもですね、このロスということをこの遺伝この分子やということを診断できると、もう体中に転移があったのがですね、これこう黒いのがみんな転移です。ここにも肝臓にもありますよね。で、これ おしっこする膀胱とかは全部これ実際にいろんなアイソトープが来ますからこういうのあるんですけども、腎臓とかね、だけどここは普通はないんですけども、こういうものがあっという間に消えますね。黒いのがなくなってるでしょ、これ。このこういうプツプツプツっていうのがもう消える。でこれは逆に言うとそのロスというものに直接効くお薬を使うと、まあ普通の抗がん剤とは違う効き目があるんやということが、まあ、みんな実感として、まあ、この2005年ぐらいから10年にかけて、まあ、お医者さんも感じるようになってきたわけですね。でこの分子標的薬というのが大事だということが分かります。でちょっとこのそれから分子標的薬、さっきもこれ始める前に聞かれたんで、この歴史についてちょっとだけ話を。でもともとどう言いますかね、がんの原因を見つけて治療をするということを肺がんの例で言いましたけど、僕らはしてこなかった。それは分かりますね。もう勝手にがんや、がんは悪い、増殖してるから増殖だけ止めてやろうという話で終わってた。しかしがんが増殖するためには何か違う分子が変異してるでっていう話 でそれが一番最初に分かったのが慢性骨髄性白血病という病で、これ慢性骨髄性白血病っていうのはですね、体の中の白血球がどんどん増えます。だから皆さんの白血球というのはだいたい6000個ぐらいなんですが、これ10万20万になる、ね、だからもう赤血球より下手したら多いんちゃうかと思うぐらいまあ、大きな細胞が、末梢 血液の中にどんどん出てきます。でゆっくり進むので、これ自身は
そうですね、1年で亡くなるとかそういうことは絶対ないんですが、まあ、しかし、直しようがなかったんですね。で、僕が卒業した時にはともかく何もするなと。で、少なくとも10年ぐらいは痛いけれども、骨やらが痛いけれども、まあ、なんとか生活を送れるので、いらんことするなというふうに僕らは習いましたですね。で、ところがですね、これが大きく変わるの、あ、ごめんなさい。で、ただですね、この病気の原因っていうのはですね、遺伝子はまだ分からなかったんだけども、何かこの病気を起こすのは明らかに遺伝子がおかしいなっていうのはなんか分かってたんですね。それはどういうことかというと、昔は染色体っていうのを調べることができて、遺伝子を調べることはできなかったんですけど、染色体を見るとですね、この22番目の染色体と9番目の染色体の一部ずつが交換されている。つまり22番目のここが飛んで9番目にひっついているということが分かったんですね。だから染色体がちょっと違うところに行っちゃって、もうまあ交換しちゃってるわけですね。で、これが、まあ、少なくとも原因、そのうちこの病気になる人はほとんどこの Q22 の、まあ、点座というんですけど、それを持ってるということが、まあ、お医者さんとしては分かってたわけですね。面白いのはね、広島の原爆の後でですね、この前、前回の時、原爆の旦那さんとかな、被爆者っていう方がおられたんですけども、原爆の被爆された後にですね、8年目にものすごくこの病気がたくさん出ます。で、それはやっぱり原爆が当たって染色体が切れるんですね。で、切れて同じようなことが起こって、それで、一つの遺伝子が白血病になりやすくなってるわけですが、それプラス8年分いろんなことが起こって、で、8年目にほとんどの人がこの慢性骨髄性白血病というのを、もちろんほとんどの人はどうもないんですが、普通の人よりは何倍か8年目だけに増えるんですね。で、その後はまた変わりません、皆さん。ですから、まあ、そういう意味でここにある遺伝子がおかしいなというのが分かっちゃう。遺伝子の病気ならそれを叩けへんだろうかということで、まあ、いろんなことは分かってたんですが、今の染色体のところで、うん、間空間が空いてるのは3と4の間とか、3と4の間のその空間、あ、これ全然気にせんでるんですよ。これ紙の上に置いただけの話だけど、見やすいように置いてるだけの話で、はい、この9番真ん中に置くためにかも、これはあんまり気にしないでください。はい、分かりました。ここだけ気にして、はい、で、ただですね、これ原因が分からなかった、これが原因やということは、まあ、一応想像ついたんですけども、僕が卒業した、ごめんなさい、医者を辞めたぐらいからですね、これは画期的な治療ができるようになったんで、それが骨髄移植です。で、この患者さんはですね、骨髄移植するともう完璧に治る。で、まあ、慢性だけじゃなくて急性でも治るんですが、完全に骨髄を入れ替えてしまうということで、これを治せるということでですね、多くの患者さんは、これで、助かるということになる。ですから、ものすごく、まあ、何もしないでじっと置いておいて、なんかおかしくなってきたら骨髄移植するという話で、大体治療が行われるようになったんですね。ところが、まあ、日本はですね、今は大体20万人以上の登録があるんですが、当時はやっぱりなかなか登録が少なくてですね、やっぱり骨髄が見つからない人がたくさんいたですね。で、そういう方はどうしても骨髄移植治療を受けられない、まあ、心臓移植と一緒ですよね。ですから、やっぱこれに変わるもん、少なくとも日本はこれに変わるものが必要だったわけですね。で、そこに出てきたのがこの遺伝子が分かってきたということがあってですね、実際に、まあ、このフィラデルフィア染色体って言ってたものが実際に何だったのかっていうことを、まあ、遺伝子として特定することができた。まあ、これはもう名前ですから、もう気にしないでください。
で要するにブレーキ役とアクセル役っていうのをこの前教えましたが、実際にこのフィラデルフィア染色体のところで活性化されている、まあ、ABL というものはアクセル役やということが分かってきたんですね。でこれはマウスに入れても、この前話してマウスに入れるとアクセルかどうか分かりますから、アクセル役やということが分かってきたんです。まあ、このアクセル役だけを叩けないだろうかということで、まあ、一生懸命いろんな会社が開発するんですね。で実際ですね、これを開発してた人はロッシュっていう会社に属してるんですがですね、ロッシュでもね、そんなことできるはずないって言って、その人は結構うまくいくまではなんか辛い思いしたっていう話を聞いてますけれども、まあ幸いですね、今でも使われる、まあ、イマチニブ、グリベックっていうお薬が開発されます。でこのイマチニブ、まあ、一般名はグリベックなんですが、これを飲むとですね、まあ、ちょっと悪なる人いるんですけども、全く、これ70歳ごめんなさい、7年ぐらい追いかけてるんですが、まあ、ほとんど亡くなることはない。でそれより前のただの化学療法だとやっぱりもう7年ぐらいになると3割ぐらいしか生き残っておられないという状況やったのが、お薬さえ飲めば、ずっと病気はがんはずっと抑えられるということが分かってきたんですね。これ実際にはですね、やっぱり一部こうやって再発する人は出てくるんですが、これも新しい同じような薬がちゃんと作られて、違うお薬に変えると、お薬だけでがんをコントロールできるということが分かったんですね。ですから、まあ、慢性骨髄性白血病はもう今や、お薬で、安心して治る。で患者さんにもですね、やっぱりちょっとぐらい、悪くなる人いるからね、骨移植したらどうですか言っても大体嫌やって言われますね。だから気楽な方がいいです。で別にこれ7年8年、まあ、飲んでてもですね、そんなに副作用はない。だからやっぱがんだけを叩きますから、やっぱこういうことができるようになってくるわけですね。だから、まあ、はっきり言うとこれがその、まあ、分子標的薬の開発の夢ですね。でこういうことを全てのがんでできるようにしたいとみんな考えるようになったわけですね。ですからいろんなところで、そういう開発が起こります。ところがですね、まだ遺伝子がちゃんと分かってないときにこれをやると悲劇が起こるんですね。でその悲劇で一番皆さんも覚えてられるかもしれないんですけども、有名なやつがこのイレッサの悲劇で、イレッサというのは、ずっと戻しますと、この肺がんのですね、ここにありますね、この EGF リセプターの遺伝子を抑えるということが分かっている、そういうふうに開発されたお薬なんですね。で実際にですね、一番最初の頃じゃあどうイレッサが使われたかというと、これ他のお薬と同じ使い方しちゃったんですね。あんた肺がんですと、腺がんですと、イレッサいう新しいお薬があるからちょっと使ってみましょうかっていう話をしちゃったんですね。で確かに聞いた人もいるんですが、副作用がものすごく出てなくなる、全く効かなかった人も多い。で全く効かなかった人の多くは肺がやっぱり硬くなって繊維化して、亡くなってしまいます。あれこれ逆にしたらちょっと待って間違って、イレッサのところこうなる。実際ちょっと見えますかね、まあ、これパーセンテージで書いてあるんですけども、最初ですね、もう全く遺伝子検査なしに使ったんですね。でそうすると使っても使わへんでも全く変わりがない。で一部の人には聞いた。で僕もねこれを覚えて今でも覚えてるんですけどね、東京に、東大病院からタクシー乗ったんですね。ほんな運転手さんがね、
お医者さんですから、まあ、僕医者辞めたけど、まあ、まあ病院から乗ったから、まあ、医者みたいなもんですわとか言うたら、いや私肺がんなんですって言う、ね、で肺がんでやっててええんかなって言って言うたら、いや今あのアメリカからわざわざ取り寄せてイレッサ飲んでますと、でうまいこと言ってますわって言わはったんですね。でやっぱり聞く人には聞いてるんですね。でところが多くの人がやっぱりうまく効かないし副作用で早くなくなってしまったので、今これもちょっと分かりにくいですけど、イレッサを、あの見えるかな、このイレッサ通信というのがあって、これは患者さんの会でですね、まあ製薬会社を、まあ、訴えるというこういう運動が起こってるんですね。ですからやっぱり、ほとんど遺伝子検査をせずにこういう治療をしてしまったおかげで、いろんな問題が起こってしまった。でところがですね、最近になってもう一度遺伝子検査を起こして確実にがんで突然変異が起こっててアクセルになっているということを確認した人には聞くんですね。ですからやはりそのこの、遺伝子を調べないと悲劇が起こるということがこのイレッサの経験から分かったわけです。これ分かりますよね。まあ、ですから今やっぱりあの時にあの苦しまれた方というのはたくさんおられます。ですから大事なことは、イレッサは肺を硬くする、まあ、肺腺異常という病気を作ったんですが、分子標的薬でも副作用があるということが分かったんですね。それは分子標的薬といってもですね、僕らの正常の細胞もやっぱり使ってるんですね。で先ほどお示ししたその全ての増殖細胞やったらどれでも効くっていうんではないけれども、やっぱり同じ分子を使っている細胞はあるんですね。だからこそがんも、僕らが持っている正常の分子をちょっと変えて使ったんですね。ですから分子標的薬も副作用があると思わない。それからやっぱり何を言っても、副作用がないためには標的分子の存在をちゃんと確かめないと。でそれは幸いですね、慢性骨髄性白血病の場合はフィラデルフィア染色体というのがあって、その場合は全て同じ分子やったから同じお薬が別に遺伝子調べなくても効いたんですね。でところが肺がんぐらいはもうさっき見せたようにいろんなやつがありますから、これをちゃんと診断することが大事ですよということがようやっと分かってきたんですね。で今はそういう状況でですね、このがん遺伝子をちゃんと調べようということが今行われるようになってきています。ですから多分皆さん乳がんになると、突然変異も当然変異を調べることはないですけども、トリプルネガティブという形で何が発現しているかというのをやりますし、それからもちろん、慢性骨髄性白血病の方の場合は遺伝子を今調べます。で肺がんの場合も、まあ、病院によっては遺伝子を調べるところがありますけれども、この調べ方がですね2種類今ある。で一つはですね決め打ち、乳がんやったら前回お話した BRCA1 調べましょうか。だからもう決めた分子、決めた遺伝子だけを調べるという方法と、それから全部調べる。がんは一つ、まあ、この前言いましたね、一つだけの分子で、起こってるわけなくて、ブレーキが3つもあり、ブレーキも故障してるしアクセルも故障してると。だから1個だけ調べるんじゃなくて全部調べたらどうやっていう考え方があってですね。で僕が、まあ、あのそうですね、2005年とか6年ぐらいまではこれ以外はですねお金がかかりすぎてどうしようもなかった。これどうしようもなかった。でところが今だとこの全ゲノム解析というのが、まあ逆に言うとこちらよりは安くなってくる。例えば BRCA1 というのを皆さんが検査されると 1,2 ですけども、
そのアンジェリーナ・ジョリーさんのあの遺伝子ですね。でこれ大体、40万円ぐらいかかります。でところがこれは保険効きますから、まあ、皆さんそんなお金出さんでいいですね。でところがあの全ゲノムを読むと今だとまあ15万円ぐらいです。で特許料も何も払わんでいいですから、まあ、ただしこれは全額自分で負担せない。だからこちらで保険効くしこちらが効かないという状況があるので、なかなか全ゲノム検査というのはやらないんですが、まあ、この前お話したように全部調べてもこれから10万円で済むような時代が来るわけですね。でこの前お話したようにゲノムを読むあの値段というのはどんどん下がってますね。どんどん下がってます。ですから多分がんになったらその全ゲノムとは言わんですけども、実際にエクソームというんですが、その、まあ、変異が起こるとアクセルやブレーキ薬が故障することが分かっているようなものは全部調べてしまういうことが多分可能になって、今でも可能なんですね。ですからまあ僕がなったらそれはあの友達ちょっとナイフで脅しでも調べてもらいますね。だからやっぱりそういうあのぐらいあのだんだんあのできるようになってきたの でなおかつですねみなあの研究レベルではもう一人一人 のがん患者さんから、サンプルをいただいて実際にどういう変異があるのかっていうその、まあ、図書館みたいなリストを作ってる。で今あのこれはもう本当に10年ぐらい、まあ、5年ぐらい前の仕事じゃないですかね。何年って書いてあるかな。これを見るとですね、例えばこれがんの種類です。もう気にしないでください。がんの種類、これががん調べた数ですね。でそうするとこれ乳がんでは800も調べてる。だからそういう全部の遺伝子を調べてるわけです。で、例えば肺がんだとどのぐらいあるかな。肺がんないのかなこれは。これには肺がんはないですね。肺がん、先ほど腺がん、女性かかりやすい400例ぐらい。そうすると少なくとも皆さんがかかった場合でも異常が起こってそうな遺伝子のリストというのが分かりますから、こういうデータと個人個人のデータをだんだん比べられるようになってきてるんですね。だからあこの方の場合はここがやっぱりやばそうやなとかいうことがあの遺伝子上分かるようになってきます。で実際ですね、例えばもうほとんどあの日本の先生は使わないと思いますけど、イギリスのサンガーセンターというところがあって、でここのウェブサイト皆さんでも行けますが、ウェブサイトに行くとですね、肺がんの場合だとどの遺伝子がおかしくなる可能性がありますよというリストが全部書いてあります。ですから本当やったら、まあ、僕が医者でですね、がん患者さんが来たら、とりあえずバイオプシーして遺伝子も調べましょうと。で組織型でだけではなくて、でその遺伝子を調べたときに、まあ、このサンガーセンターの図書館に行ってですね、でこの患者さんはどこが悪そうやということを調べた上でお薬を選ぶ、でそういうことをしていく必要がこれが出てくるわけですね。でそれは実際やろうと思ったらできるんですという時代が来たと。で、ですから、さっきから言うようにその遺伝子解析っていうのは何かっていうと、がんの異常を支えているのは突然変異を起こした遺伝子からできる分子 でその特定できると、ひょっとしたらですよ、お薬があればそれを直接叩くと、先ほど見せたようにもう転移がもう体中に広がっててもあっという間に消えるということがあり得るというのは、もう皆さんあの医者は知ってるわけですね。というかちょっと勉強しとれば知っとるわけです。だから何も勉強してなかったら知らんかもしれんけど、あの、まあ、そういうことであの実際に、まあ、これと飛ばしますけども、例えば、グリベックはどの辺に効くかとかですね、いろんな分子がありますから、イレッサはここに効くとかですね、そういうことがもう全部リストができています。でただしこの突然変異は効くけども、
まあ、皆さんがあの癌で見つかった突然変異は効かへんとかですね、そういうことも全部調べることができるようになってきてるんですね。でしかもですね、まあ、それを一番知っているのは製薬会社ですから、製薬会社の方もですねこういうお薬を一生懸命作ろうとします。で今あの例えばフェーズ3って言いますが、その、もうほとんど日本では使えないと思いますが、まだ、これフェーズ何とかで書いてるかな、あの使えるものと使えないのがありますけれども、実際にここであるのは34種類ぐらいもすでにこういう分子を標的にした新しいお薬のがもうあらゆる会社が今競争して作ってるんですね。でところがなかなかこれが使えへんっていうのはもう最後の方の話で言いますけれども、ですから分子標的っていうのは、まあ、さっき言った医者の夢でもあるし患者さんの夢でもあるという状況が今できてることは確かなんですね。で医学会の方もですね肺がんのちゃんと勧告ができてます。で日本ではあのそれをどのぐらい使われてるかちょっと僕も医者やってないのでわからないですが、例えばアメリカの胸部外科学会で例えばバイオプシーで扁平上皮がん、さっき見せた扁平上皮がんで決まるとまず遺伝子調べて、でこの、まあ、次にお話しする抗体薬が使えるかどうか、それから、このある突然変異があればこのお薬、ある突然変異があればこのお薬ということで患者さんをその変異している遺伝子で分類するということがもう勧告されてる。だから少なくともこういうものは調べましょう、まあ、あこれあの安くで調べれるような方法が出てくるんですが、だから、ぜひですね日本でもこういうことができるようにして、置かないとダメだ。でただですね、じゃあその意味どのぐらいあんねんという話で、まあ、この勧告はですね、いくら遺伝子を調べてもこれはお薬があるかどうかは分からない、残念ながら。ところがお薬が見つかった場合はですね、まあ、実際に、まあ、このそれでもやっぱり後でお話しますけれども分子標的薬にも抵抗性ができるので、まあ見つかった場合だとだいたい2年ぐらいの5年制度の差が出てくるんですね。やっぱり僕もたくさん患者さん知ってますけど、やっぱり2年っていうのはやっぱりちゃんと長い期間ですね。でしかももし、突然変異があんまりなければ、あごめんなさい、副作用がなければですね、まあ、それ自身は、だから充実した時間が過ごせるっていうことで、まあ、そういう意味ではですねこの差っていうのはやっぱ大きいんじゃないか。で全く見つからない場合、その場合はやっぱりその予後が悪いっていうことが、肺がんでもこれもステージ4のもう全身に転移している場合の話をしているわけですけども、まあ、こういうことが分かってきた。ですから、ただですねやっぱり分子標的薬にも今言ったようないろんな問題点があります。でこれを言わないともうあまりにも期待されると一つ問題が出てくるんですね。でそれはですね、一つは分子標的薬が分子標的が分かっても薬剤がないという場合が結構多いです。でこれはちょっと一つお話ししますけれども、がんのアクセル薬になって最も有名な分子に対して残念ながらお薬が開発できてないですね。5割以上のがんで確実にアクセルになっているというのは分かっているにもかかわらずお薬ができないというのがあるね。でこれができると、まあ、その会社は大儲けできますけれども、患者さんもむちゃくちゃ助かりますよね。それからもう一つは、分子標的薬といえども一部の細胞が完全に叩ききれずに残ってしまう。でその中から耐性の細胞、やっぱ抗生物質に耐性菌ができるのと同じように耐性の細胞が生まれてしまう。でもう一つ最大の問題点は、まあ、お薬が高いと。いうこの、まあ、4つの問題があるんですね。でこれをやっぱり克服しないと皆さんのところにこの恩恵が行き渡らないということはもうはっきりします。
で、一つですね、今言ったお薬が開発できないというのがあるんですね。でこれがこの RAS という分子なんです。でこれは、例えば直腸がんの半分、膵臓がんの8割、それから肺がんの、まあ、この場合腺がんの5割ぐらい、こういうものは全部この遺伝子が悪いということが分かっているんですね。この遺伝子さえ叩ければ、この分子さえ叩ければブレーキを、アクセルを止めることができるということは分かっているんですけども、お薬が開発できない。ですから、まあ、これに対するお薬の開発というのは実際30年間ぐらいあらゆる会社がやっているんですけども、うまくいってないですね。だからぜひここは突破してでもですね、やってほしいなと思います。残念ながら今のところの結論としては、多くの研究所企業が開発を進めて全て失敗に終わってますけども、ちょっとまあ絡めてから行こうかとかですね、そういう話がいくつか出ててですね、でそれがうまくいき出すと、膵臓がんとか、まあ、多くのがんでこれを使ってみる、ある程度抑えることができるようになってくるかもしれませんね。で次がですね、さっき言いましたように標的薬といってもですね、実際には一つの分子だけに効くものではないんですね。でっていうのはよく似た分子がたくさんあってですね、でこの、まあ、グリベックがその ABL というのも叩きますけども、ついでに突然変異を起こした あるいは起こしていない他の分子も叩いちゃうんですね。でそうすると普通の細胞周期を叩くというよりは特異性が強くて副作用は少ないけれども、やっぱり副作用がありますよ。ですからイレッサのケースというのは、まあ、それのレッスンですね。もう本当にちゃんと分かってないでやったらいかんという、もう一番いい例ですね。でもう一つ一番これは大きな問題はですね、この慢性骨髄性白血病、さっき言いました7年でも10年でもですね、お薬飲んどれば病気は進行しない。でみんな分子標的薬でこうなるんちゃうかなとみんな期待したんですね。でところがさっき言ったように薬剤耐性が出てくるということは、ほとんどがんでそれが起こるということは分かったわけですね。で実際にですね、先ほどお見せした転移がきれいに治った患者さん、それからあんな大きな肺がんがきれいに治った患者さんも2年ぐらいするとまた再発するんですね。でもちろん2年間ですね、がんの進行が止まって、まあ、元気な生活が起こる、でしかも副作用が少ないというのはものすごく大事なことです。ですからそれは大きな進歩があったと僕は思いますけれども、しかしやっぱり最後まで治りたいと思っている患者さんにとったらやっぱりがっかりしちゃうわけですね。ですからやはりこれからの問題はその最初の叩きでですね、完全にがんを消滅させることをなんとか新しく開発するということが必要だと思いますね。だからちょっと残ってると体制が生まれるんですね。ですから、ちょっと残さない。でこれを今やっぱ多くの研究はそこに向いています。で最後にね、今の段階で、一つの分子標的薬がダメなら、先ほど言いましたいろんなアクセルを使ってますから違うものに変えていくということができるんですね。でグリベックの代わりに違うのを変えるというのをやります。でところがね、お薬が効果なんですね。でこれは経済の論文で、これ治療にかかる費用で、これドルです。でこちら側が治療による生存期間ですね。でそうすると、まあ、普通の、まあ、1年、まあ、これ半年ぐらいですね、半年ぐらいだといくらかかるかというと、これ1000デイですから1万ドルぐらいですね。それから、100万円ぐらい、まあ、これはもう十分カバーしてくれるわけです。でところがですね、これ1年きっちりからもうすぐレートステージですが、最後のステージで1年それをさらに伸ばそうとすると、実際にはもうここで、
500万円ぐらいかかる。で今実際にはやっぱりそのぐらいがんで使ってるんですね。あの来週話をする免疫薬っていうのは大体1年間使うと3500万円ですから、まあ、それを考えるとですね、まあ500万円ぐらいっていうのはあの普通に使ってます。例えば確実に治るという意味で、C 型肝炎治療薬というのがあるんですが、それが今日本で1錠6万円ですね。1錠ですよ、毎日飲むんですけども、それからそういうふうにお薬のお金がお薬の費用がむちゃくちゃ上がってる。で5年なんとか生き延びたいと思うとなんと5000万円かかるという状況になってくると、まあお金持ちは別としてですね、なかなかこれを続けることはできなくて、しかもといって完全に治るかというと完全には治らないですね。ですから、まあ、こういう新しいお薬のコストがむちゃくちゃ高い、で今後ももっと高まっていくだろうということになるとですね、一生懸命開発してもらってるんだけども、結局それはお金持ちだけのために終わってしまう。でそれはなぜかというと、実際にですね、まあ、これアメリカのところが取ってるんですけども、お薬の最初の開発っていうのはそんなにお金かからへんですね。最初どれががんに効きそうやとかいうのを、まあ、実験室でやってるのはいいんですが、一番お金かかるのはやっぱりこの皆さんを、まあ、変な言い方すると実験台にして、僕もあの人体実験やるで医師会から文句言われたことあるんですけれども、まあ、お薬をやっぱり本当に効くかどうかっていうのはやっぱ人体実験ですよね。でそれをやっぱりやるのにですね、やっぱりこうたくさんの患者さんが、手を挙げていただいて、でしかもですねこの場合全員がお薬飲める限らないわけですね。その偽薬いうのも飲みます。ですから全く手を挙げたのに自分はお薬に当たらない人も出てくるかもしれない。そういうことを経た上で最終的にお薬ができますから、ここが最もお金がかかるところなんですね。でこれを今は全部製薬会社のお金でやってますから、これはもう大変なことです。でそれをですねやっぱり将来はやっぱりもう少しこれの恩恵を被るのは製薬会社が儲かるだけじゃなくて、やっぱり患者さんが治るということがあるわけですから、これをやっぱりもっと違った形にしていくというのが多分本当は薬剤開発で大事だと思いますね。ですからその患者さんも一体になって、最初から安価な薬剤を開発するような体制が作れへんかどうか、それをやっぱりみんなが考えていくということが今後重要だろうと思いますね。例えばまあ、トランプさんになっても、それからクリントンさんになっても TPP は潰れると思いますけれども、TPP 考えるとですね、薬剤の特許をですね、長くしようって言うとアメリカは言うんですけど、それをほとんどの国は反対ですね。自分のところでジェネリック作りたいから。で日本ももう真ん中辺におるんですが、だからもっと短くせえという話が多かったんですね。でそれは自分の国の製薬会社が作れるようになるからですね。でしかし患者さん、それは無視ですね。患者さんにしたら一つの会社作ったところに長い特許をあげて、その代わり安で言ってくれと言うた方がずっといいんですね。だからその開発費を回収せないかんから特許が必要なわけですけども、他の会社が作れなくて長いこと特許を維持できれば最初から安くでやれる。ところがもう5年で特許が切れるとなるとですね、それはなかなか、安くはできないですよね。だからそういう意味でやっぱりその TPP やらもうほとんど患者さんの話は出てこない。それはおかしな話ですね。だからやっぱり薬剤が今これ本当に高騰してるわけだから、それをどうしたら減らせれるかということを、やらないかんけれども、それはやっぱり患者さんたちがやっぱりこう戦略を持ってですね、手を挙げることが大事だと思うんですね。ですからやるこれからの方向としては、やっぱお医者さんは、まあ、いくつかのものを組み合わせて、もう一個も残さない、
全部直すということをこれからは目標にする。で今まで の、 お薬の開発というのはですね、がんというのはもう治らんと医者の方も頭にあるもんやから、ちょっとでも減らせばええという感じで、そうではなくて根治をするということがこれからの、まあ、研究をやる人のやっぱ一番重要なテーマですね。でしかしそれ自身の開発に今度はもう莫大な費用がかかるんであれば、それをどうしたら安くなるかということをやっぱり患者さんやらと一緒に考えて現実のものにしていかないかですね。で根治というのができるかどうかという話なんですが、できないわけではない。でこれはあの慢性骨髄性白血病の話をもう一回最後に戻りますと、これさっき言いましたようにお薬飲んでるとずっと、まあ、ほとんどの、患者さんはですね病気の再発がないんですね。でところがやっぱり、まあそうですね、かなりの患者さんはお薬をやめるとまた出てきます。それはどういうことかというと、がんが完全に叩ききれてないんですね。でところがたまたま糖尿病の患者さんでこの武田のアクトスというのを飲んでた患者さんがこのグリベックを飲むとですね、ほんまに治ってしまうんだ。でまあ、こういう論文が出るとですね、ひょっとしたら2つ の、 あのお薬を組み合わすと叩けない細胞で諦めたものが叩けるようになるかもしれへんということで今開発が進んでます。ところがですね、こういう場合最大の問題点はここに見てロッシュと武田を合わさないかもですね。でそうするとやっぱり両方ともあの競争してますからですね、どっちかがあのどっちかのために治験をやるということはないんですね。ですからやっぱりこういう問題も含めてやっぱり患者さんがやっぱり手を挙げてこういうものを、もっともっとこう進めるような仕組みが必要になって、であの今あのネガティブな話しましたが、やっぱり標的薬でもまだまだ開発必要があって今のところは完全に治らない。それでもね、例えばオバマさんはですね、ここを開発せないかんって十分お金を出さないかんって言うて、これは、去年かな、去年の一般教書演説、まあその年初にあたってですね、今年はこれをやるぜっていう時にわざわざ言うてるんですね。で実際にこの、まあ、彼が言うてるんですよ、ポリオのとか、まあ、人のゲノムをマッピングしたと、ゲノムが大事だということを言うてるんですね。だから、こういうことのためにゲノム抜きに医学や薬学はもうありえないから、このプレシジョンメディシンって彼は呼んだんですけど、こういうことを推進しましょうということをオバマさんが言うてるわけですね。ですからやっぱりあのアメリカではもうすごいお金が入ってこれを今推進してますから、その恩恵はいつか日本にも返ってくると思いますね。だからあのそういう意味で、このゲノムを中心にがんの治療を考えていくのがもうこれから当たり前になりますから、ただそれを阻んでいるものが、まあ、今日聞いていただいていろんな形であるということを解決できるのはですね、やっぱりあの患者さんの方から手を挙げて、こういうことが実現できるようにやっぱりあの要求していくということが大事かなと僕自身思いますね。で一応まとめになりますが、まあ、分子標的療法についてお話ししましたが、もし、まあ、皆さん復興してがんになられたら、決してあのこれはむちゃくちゃ特効薬や何がんの特効薬やっていうふうに書いてあっても、遺伝子を調べてから治療を受けないとダメです。でそれぞれの特効薬と言われているものには効く分子がありますから、これをちゃんと調べるという、で必ず副作用もありますよということをちゃんと認識してない。で今のところ残念ながら完治することは難しいですから、そういう意味ではこれに、このお薬を使って、どのぐらい自分は、どう言いますかね、その時間を使うかというようなことを考えられたり、で最後にですね、まあとはいえ完全に治すというのがやっぱり一番重要なことですから、それを今まではお医者さんや国だけで済んでたものが
やっぱりあのお薬をチェックしたりするのには患者さんの協力がこれから必要ですから、もっと患者さんが癌のことを知ってですね、で、お医者さんもこういうことをちゃんと調べてくれてできる医療体制をですね、これは医者の方からではすぐにはやってくれへんので、大きいあの癌センターとか大学ではやってますけれども、一般の病院になかなか来ないので、やっぱり、まあ、皆さんの力でですね、これを実現するということが大事かなというのは思います。で、一応まあ今日は、割と最後はあんまり夢のない話終わったけど、来週はですね、その中で根治が可能になったかもしれんとみんなが思っている免疫療法について、お話しします。じゃあ今日はこれで終わり。西川先生ありがとうございました。では、これより質疑応答の時間を設けたいと思います。ご質問のある方。あの、日本人が日本にいてゲノム解析のためにアメリカに何か、あ、それは必要ないです。あ、今あの日本でも、やってくれるところはいっぱいあります。で、ただやっぱりあの、例えばがんセンターとか、それから京大の一部ですね、それは研究として、患者さんの場合全部ただでやってくれますけども、ほとんどの場合はやっぱり自分で出さないかんですね。自分で費用を出せばやってくれる。ゲノム解析だから、ただね、それを窓口がないんですね。だから例えば神戸大学の先生に僕言ってるんですけども、例えば神戸大学の外来ありますよね、はい、で、神戸大学では京大と違ってそれをやっていない場合に、誰かワンストップサービスというか、まあ、逆にがんになってそういうことをやってみたいと思った人が相談に来れる窓口を作れと。で、そこで、あ、ここやったら安くで安心したゲノムを調べてもらえますよというようなことをちゃんと教えれるようにせえという話をしてますけどね。だからやっぱりそういうあの病院が一つ一つ増えて窓口ができてくると、あの皆さん、まあ、残念ながらお金払わないかんですけども、ただお金といってもね、20万円で済むっていうところまでは来てると思うんですね、はい、あとペットのことですけれども、ペットの検査の方法が一般人ですと静脈に応じたと、 それだけで誰でも大丈夫なんですか。誰でもそうです。静脈に、まあ、放射線性の同位元素を入れるんです。で、体中に行ってがんのところにその、まあ、ブドウ糖がよく取り込まれるので、あ、ここにがんがあるなっていうのが分かる。静脈に放射線入れるっていう、そのこと自体で一般人だとええと思うんですか。それは放射線、あ、それはね、もうあっという間に消えてしまう放射線なんですね。あ、ですから、あのカーボン11、まあ、炭素11という同位元素を使うことが多いですが、あと FDG も使いますけど、その場合はもう何分、20分あるかどうかですね、半減期が20分とかそういうオーダーです、はい、アイソトープというのが同位元素というのは、そうです、同位元素。アイソトープを使わないと、放射線が出てこないと引っかかりませんからね。だから短い期間放射線が出てくるという状況。あと、先ほどのイレッサの悲劇で、はいはい、この画面に効果はあるけれども生存期間に影響はないっていう記述がありましたけれども、あ、いや、そうではないですね。やっぱりあの実際に副作用があったということですね、悲劇が起こったのは。ちょっとあのイレッサの悲劇のところ、はい、再度よろしいでしょうか。あ、これですね、これですね、ここ生存期間には影響はないって。あ、ごめんなさい、そのごめんなさい、これはね、もう一つまたこれ難しい、先ほど言った再発するという話で、実際に効果を明確だというのはがんが小さくなるんですね。で、そういうことではもうはっきりと遺伝子さえ調べておければあの大きながんがちゃんと小さくなる。ところがな、もう要するに5年生存で見たときに、じゃあ本当に長い、より長く生きれるかどうかという計算をすると変わらない。ただし、あのどう言いますかね、普通なったらがんが大きいままだと
ベッドに縛られるのが、縛られないで折れる期間が長くなる、はい、だから先ほどから言うように分子標的薬の多くは長い期間見てどう言いますかね、生存期間がどんだけあるかということで比べるとあまり影響がない。ただし先ほどがんがかなりの、まあ、1年2年とかヨーダーで小さくなるという効果があるというふうに考えてもらって、生活の質がっていうところが全然違うわけですね、はい、わかりました、どうも。その他にご質問ございますか。あのですね、家族の者が、はい、あの最近甲状腺がんで、はい、手術をしまして、で、まあ、あの一応きれいに取れたと。もう一番心配ないがんですね。ただ、まあ、あのただリンパ節にも転移してたり、しかしね、それでもあの比較的あの予後はいいですね。あ、そうですか、はい、なんか気管にもちょっと浸潤があってそれ、まあ、削ったという話も、まあ、お聞きしてて、まあ、とりあえず、まあ、あの放射線治療も必要ないだろうというようなことを、ね、はいはいはい、まあ、言われてるんですけれども、あの甲状腺がんはその5年生存率が高いと、5年生存率が高いということを聞いてるんですけれども、ちょっとセカンドオピニオンに行ったところの先生からちょっとお聞きしたんですけれども、あの甲状腺がんはあの確かに5年生存率は高いけれども、10年20年経っても安心できるがんではないというふうなことをちょっとお聞きしたんですけれども、他のがんと意外と僕はあの実際で甲状腺がんの患者さん見てるわけじゃないですけども、はいはい、僕が習ったイメージではやっぱり安心できる方の部類に入ると思うんですね、例えば乳がんと比べた場合にですね。あ、そうなんですね。と僕自身は思ってますけど、僕の友達一人だけ言いますけどね、はい、それとあのほんまに10年間ほったらかしして元気ですけどね、ただあの一例ではわからないですから、全体のデータいうのを見ればそれは調べればわかると思いますけどね。だからあのやっぱりお医者さんがあのまあ、甲状腺一番経験されているお医者さんであれば、はいはい、大体の感覚絶対分かると思いますけどね。だけどあの例えば膵臓がんと言われるよりもはるかにはるかにあのいいと思ってたらいいんちゃいますか。ただあのとはいえ甲状腺がんでも本当はね、はい、さっき言ってたようにあの遺伝子が調べれるようになると、もう実際にはもうあのもう取られた後もう時間経ってますよね。だからそのサンプルはもうないと思うけども、はい、まあ、手術した時に、遺伝子があると、まあ、再発した時にひょっとしたらそのお薬があるかもしれないとかですね、そういうような風になったらええなと思ってますけどね。じゃあその再発したものに関しては調べられないからということですか。それはできますけども、やっぱりどこに出てくるか分かんない、ここに出てくればあの取ればいいですけども、だから最初に取ってるわけですからね。だからどういうタイプのものかいうのをしっかり何でも調べておく。だから甲状腺がんだからもう予後いいから調べんでええって言うんではなくて、それはあの遺伝子のタイプという意味ですか、ね、あの種類、がんの種類ではなくて、それではないです。さっき言ってたように、はいはい、もう遺伝子を個性ですから、はいはい、それを調べるということがこれから普通になってこないといかない、ね、今はまあ難しいところですね。今はだからその保険ではまずやれないですね、はいはい、で患者さんが自分でそれをやってくれるその場所を探してこないか、今聞かれたように、はいはいはい、でそういう窓口をやっぱり作らないとダメだと思いますね。あ、そうですね、わかりました、ありがとうございました。その他にご質問のある方いらっしゃいますか。先ほどのペットの検査のことで静脈に放射能、一般人怖いとか言ってましたけれども、はいはい、その延長でちょっとすみません、がんやゲノムとは違うんですが、認知症の検査でも同様なものがありますけども、それも同じように考えていいんでしょうか。ね、今普通に認知症の検査でそれを、もちろんあの同じものですね、あのグルコースって FDG っていうんですけども、やる場合っていうのは結局ブドウ糖の取り込みを見てるだけなんですね。だから、例えば脳が活性化してるとがんがと一緒で、ちゃんとあのエネルギーのためにブドウ糖を取り込むわけですね。ところが認知症やらになってくるとそのブドウ糖の取り込みが落ちるから、逆にがんとは違う
取り込みが少ない方を見るわけですね、はい、でところがそのペットというのは今はもっともっとその例えば脳だったら脳の結合を見るような、リガンドというんですけどもそういう、まあ、どういうかなあの調べ方をどんどん変えていこうと今してますね。だから今までほとんど皆さんが受けるのはペット検査というのはその、FDG というんですけどもそのグルコースを使う検査なんです、ね、でところが、これからはもっともっと違 そのある例えば、脳のシナプスに特異的なものを使うとです、ね、そういうふうになっていくでしょう、ね、だからあのここはものすごく進んでると思いますしがんなんかでもより特異的にペット検査ができるようになってくる あんまり心配する僕もやったことありますからあの僕自身もここいくつかあの良性の腫瘍があってそれ引っかかりますねちゃんとあのペット検査でありがとうございました。その他にご質問のある方いらっしゃいますか。じゃあ、はい、じゃあ次はあの、まあ、予習はもういらんですが次はまあ免疫ということで、はいはい、ではこれで、この辺で打ち切りとさせていただきたいと思います。来週の8月2日が最終回となりますが次回もあの今お渡ししている小冊子をお持ちいただきますようにお願いいたします。またお帰りの際出口ではアンケート用紙を回収しております。本日 あの感想などをご記入いただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。西川先生本日はお忙しい中ご講演いただきありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。では本日の講義はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。